はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。4時をちょいと回りました。11月は6日の水曜日でございますね。さっきからですね、この PC のカメラに切り替えてやっております。より間近にですね、私の顔が見えるんでですね、ちょっと自分では嫌ですけどね見ないようにして、はい、他の画面を出しながらやっているとやっていった方がですね、私の精神衛生上はよろしいですね。ですね、ちょっと待ってね、ドルウォンがですね忙しいんですよ。1395、さっき1399まで行ってました。まだ1400は覗いていない、かろうじてですね。ドル円もですね、こういかれてました。 154.287 というところですね。ふふふって感じですね。はい、円安ですね。はい、明日、まだ今日水曜日か、明日、明後日ありますね。アメリカのやっぱり大統領選挙でトランプ当選しそうやということで流行してるんですけどもですね、どうなったでしょうね。開票速報をですね、ロイターを見てますけどもですね、ロイター実はイギリスなんですよね。トランプ400、246のハリス194、あ、今変わって265になりましたね。あと5ですからですね、ほぼもうトランプで決まり、今日決まるんちゃうんかなという感じですね。あー、すごいやん。ほうほう、あとペンシルバニアも取りそうですね。ジョージアも取りそうですね。でですね、あとネバダとアリゾナだけと、あとちゃうわ、ミネソタ、ウィスコンシンとですね、ネバダも激戦州違いましたけどね、ミネソタもそう違ったのかな。ハリスさんは西海岸とですね、東部の上の方ですね、比較的北の方を取ってますけどね。あとイリノイ取りましたね。イリノイはもともとでもあれですね、民主党じゃ中だかな。まあこの勢いでいくとほぼもうトランプさんですね。はい、行きましょう。まあそれを置いといてですね。共同通信ですね。こんな記事が出ていまして、これは昨日かな。昨日5日ですね。中国新型ステルス戦闘機展示へ、航空ショーで戦力強化を誇示というタイトルでして、この1035という、どっかで見たやんこれみたいなですね、F35 のパクリだそうでございましてですねでこれがですね、ステルス戦闘機というふうにされてるんですけどもですね、まあ、この記事には載っていないんですけど、噂によるとかなりレーダーには濃厚に出るというらしいですよ。中国軍は5日、空軍の新型ステルス戦闘機1035の画像を公開し、今年中旬に広東省珠海市で開催される国際航空宇宙ショーで展示すると発表した。1035は将来的に空母に搭載されるとみられる。日本の金剛加賀というですね、2隻の空母にはですね、アメリカから買った F35 がですね、搭載されますね。まあ、日本の場合、滑走路としてはなくて、まあ、なんていうんですかね、垂直移動ができるタイプですね。でも、多分この1035は垂直移動できるんですかね、よう知らんけど。東南シナ海や台湾をめぐり、米国や周辺国との緊張が高まる中、次世代ステルス戦闘機開発による戦力強化を誇示する狙いと、国営中央テレビは軍事専門家の話をして、中国空軍のステルス戦闘機が1035の登場で1020に続き2種類となり、米空軍の体制に並ぶと解説ならばへん1035の空母搭載で、中国の海空作戦の実力は大幅に向上すると強調したと。どの程度のステルス性があるのかですね、なんかものすごく私は疑っていますけどもですね、ステルスというのはね、どういうことかというと、レーダーに映らないんですね。
でレーダーというのはですね、要はですね、地上からこう、地上でもどこでもいいんですけど、電波を出してこう当たってですね、跳ね返るから分かるんですね。なんていうか、こうレーダーに映るわけですね。ところがこう当たってですね、当たってそのこのここが吸収してしまう、跳ね返さないという性能なんですね。だから表面に特殊な加工がしてあるというふうに言われています。で多分ですね、もうそれが登場してからもう20年以上もっと経ってるのかな、ステルスが登場してから30年ぐらい経ったんじゃないかな。あの中国に盗まれてます、技術は完全にアメリカのがですね。でですね、盗まれてるんで、その盗んだ技術で中国も一生懸命1035を作ったそうなんですけどもですね、実はレーダーに映るんちゃうかというふうなことも言われています。アメリカ軍のことですからですね、中国のこの1035をですね、きちんと映すですね、レーダーをすでに開発してるんちゃうかというふうなことも言われてましてですね、まあですね、ここに書いてある通りですね、アメリカ軍に対抗できるなんていうふうに、こう中国の軍事専門家はですね、言うてるのかもしれませんけどね、僕はできないと思うんですよ。その見せてるだけでね、中国のね、戦闘機ってね、これじゃない戦闘機があるんですけど、もう名前忘れましたけど、フランスのですね、価格のですね、いくらやったかな、4分の1か3分の1かなんかそんな安いんですけど、どこも買うてくれないんですよね。やっぱり問題があるわけなんですよ、もう性能にですね。だからですね、それと同じでですね、このステルスって言うてるのも、ステルスと言うてるだけでですね、実はステルスと違うだちゃうかと、私は疑ってますけどね。何でもね、アメリカの真似をしたがる国なんですよ、中国というのは。でもですね、今やですね、ものすごく技術者は開いてしまってですね、ちょっと真似っこしたぐらいではですね、追いつけないんちゃうんかなと。特にですね、ステルス性というのはですね、さっきも言ったように電波をですね、跳ね返さないという、こうレーダー波をですね、こう跳ね返さないという性能なんですね。だからアメリカの方ではですね、従来のですね、レーダー波と違うレーダー波を開発するわけですね。で、跳ね返ってくるようなレーダー波を開発する。それくらいのことをですね、アメリカはですね、やってしまうんちゃうかなという気がしています。まあですね、中国ってこういうことをやると、作ると見せびらかすの好きですからね。まあまた、ここで、航空ショーで、見せびらかすんやと思いますけど、まあまあ勝手にやってくれたらええやと。そんな感じでございますね。はい。ということで、このですね、共同通信のですね、何やったかな。中国新型ステルス戦闘機展示、航空ショーで戦力強化を誇示というですね、タイトルのところをですね、アドレスをですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。